パンに詰めてたんですよ。ここがバーベキューエリアになってます。無料で、借りることが可能です。
焚き火エリアになります。火を消すための水や、灰を捨てる場所もあります。鎌倉みたいになってるスペースもあります。夜になると照明がないので、すごく夜空が綺麗に見えるそうです。ひとときの空中散歩をお楽しみください。